Hazard 6。はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード6。2人ながら人生相談を取りましょう。おそらくクリス編ラストパートになると思います。ラストのね、ハウス戦をクリアすれば、バイオ史上を最高に感動するエンディングを見られるという、そういうパートですね。うわ、これちょっと待って。またさ、なんかこれ嫌な予感がするんだけど、気のせいか。このまま沈んでいくとかないよね。大丈夫だよね。じゃあ進んでいきましょう。なんで低かった？じゃあちょっと、バタバタしていますので、危ない。うん。あれ？ピアーズいる？ピアーズいないとかある？まあ、来た。じゃあ、ちょっと落ち着いた場所に行くまで、ちょっとアクションシーンが続くので、少々お待ちくださいね。ピアーズ。早く。あ、そうか。これピアーズ少なくて。で、ゴリラパワーグリーナ、ドリームスじゃないね。パワーオブドリームスって何だっけ？ミスタッチかな。それやっちゃえか。OK、うん。じゃあ、本日のね、第1個目の質問を早速読み上げていきたいと思います。こちらですね。初対面で見た目についてバカにしてくる人についての対処法を教えてください。うん。対処なんかしなくていいです。うん。無視しましょうっていうのが結論じゃないかなと思いますね。わー、来た。水圧に潰されるよ。結構深いところにいるだろう。まあ多分ゴムだから潰れないんだろうな。なんか柔らかそうだもんね、体ね。まあそんなことはどうでもよくて、あー、質問読んじゃったけど、ちょっと感動的シーンというかムービーシーンに入るんで、初対面にバカにしてくるやつの対処法についてお答えするのをムービーシーンの後にやりたいと思います。ちぎるっていう選択ができるのがもうピアーズっていうのはもう人人離れてるね、人類離れというかね。あれ、何もできないね、これ。ちょっと待って、何もできない状況だ。ちょっと頑張れピアーズ、もうちょっとでお前は強くなれる、信じてるよ、ありがとう。さあ、いよいよピアーズ変革の時だね。でもね、めっちゃ溜めるやん。まあ、ためらいがあったっていうことにしときましょう。うん。じゃあここに来て、もうちょっとで食われると思ったら、こっからの変異めちゃめちゃ早くない？ほら。腕、ニョッキーやもんな。で、雷が起こせる。もうゴロゴロの実だよね。からね、シャッターちぎってでもここに来る。こいつどうやってウイルス拡散するんだろうな。その手段が一体何なのかっていうのが気になるところですけど。じゃあまあ、やつが固まっている間にですね、ちなみにこいつの倒し方っていうのが、なんとなく未だによく分かってないっていうので、長期戦になるんですけど、もし、万が一長期戦になった場合は、ラスボスと最後のムービーシーンを切り分ける可能性がありますので、再生時間でどうなったんだっていうのを指してください。ということで、早速ね、質問に答えていきたいと思うんですけど、さっきね、初対面をバカにしてくるやつどうにかしてくれっていう話だったんですが、まあ、対処なんかする必要っていうのはもうないです。で、初対面で、そもそも見た目とか髪型とかにちっちゃい言うてくるようなやつって、そもそも自分がなんかそういう見た目とかにコンプレックスを持ってるから、そういうところに目線が行く、ちょっと残念な人なので、もうそういうやつとね、何かしらで、まあ、どうしてもビジネスパートナーとしてやっていかなきゃいけないとかってやむを得ない事情があるんだったら、
ちょっと我慢しなきゃいけないんですけど、決してそうじゃないんだったらもう無視してもらっていいですよ。付き合う意味もないしメリットもないし、なんでそんなことお前なんかに言われなきゃいけないんだって、お前一人様に言えるほどの見た目してんのかっていうことですからね。ああ、そうそう、だから、まあ、鏡になってね、あなたほどじゃありませんよニコーってねしながらね言って差し上げると、あの相手は喜ばれるかもしれないんでね、うん、なんか歓喜の叫びを上げてね、貴様って言ってくる可能性ありますから、ね、でもそれはお前がまず先に言ってきたんだぜ、ね、まあ、僕なんかもう社会人になった、ね、最初の会社なんかっていうのは髪型でよくね突っ込まれることがあったんですよ。なんか前髪を上げろみたいな、営業マンだったら前髪を上げろってねよく言われる人いるかと思いますし、マナー本とかね誰が作ったんだ、まあこんなマナーって思うこともあるんですけど、そういったマナー本なんかにもよく書かれたりとかしてるんですが、うん、まあ、それはいいとして、なんかまあオールバックにしてみたりとか、筆算分けにしてみたりとか、まあ、髪、オールバックじゃないけど髪かき上げてみたりとかって、いろんな髪型をね、ワックスとか、それから、なんだっけ、オイルじゃなくって、なんかありますよね、そういう、なんか髪を固めるやつ、ポマードとか、そんなんじゃなくって、あるんですけど、そういうのつけながらやったりとかしたんですけど、まあ、めちゃくちゃね、上の人、からね、お前その髪型どう思ってるとかっていうの突っ込まれたこととかありますけどね、うん、もみあげが長いとあれだったんで、刈り上げたりとかした時にも、君その髪型分かってるみたいなこと言われたりとかもするんですけど、いや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 みたいなどの髪型にしても結局突っ込まれんじゃんみたいなって思ってたんですけど、よくよく考えれば、あれこれ突っ込んでくるやつらの髪型も大してそのなんかね決まってるって言えなくねって思ったんですよね、うん、だから、ね、偉そうに言うけど、お前らも、こう、なんか、社会人として、営業として見ていくにあたって、ふさわしい髪型してんのかなっていうのは正直思ってたんで、うん。まあ、だから、そういうのっていうのは、まあ、自分の、その、決まった髪型っていうのがなかなかないから、まあ、ある種コンプレックスに思って、とりあえず部下いじっとけ、みたいなね、ふうに思ってたんじゃないかなって思いますからね。まあ、僕はそういう意地悪な性格なんで、上の人に対してもそう思っちゃうっていうところがあったりしたんですけど、うん、あれもしかして今なんか、とどめ、刺しに行ってきた。ああ、この状態になったら何も今できないで、一旦待ちですね。はい。というところですね。まあ、あとなんでそういうことを、まあ、言ってくるか、まあ、バカにしてくる、かっていうと、人には、その、まあ、ちらちらっと話しましたけど、コンプレックスある部分っていうのが気になるんですよ。見た目とか、性格とか、服装とか、それからまあ学歴とかね、そういうものにコンプレックスがあると、大体相手に対しても同じ部分が気になるっていうのは、正直あるんですよ。だから、見た目、初対面でね、見た目とかね、に関して、突っ込み入れてくるっていうのは、自分の外見に自信がないからそういうことを言っちゃうんですよ。それは、まず間違いなく、その傾向はあると思うんですね。うん、だから、なんか、自分の見た目に自信がないから、とりあえず人に言うことによって、自分の、なんか価値を高めようとしてるんだなっていうくらいに、まあ思ってもらえたらいいんじゃないかなと思いますけどね。これ毎回そのスキルが変わってるの一体なんでなんだろうな。なんで固定されてないのかちょっとよくわかんないんですけど、まあそれはいいや。それはいいとして、生まれてきた。あれこれ全然倒せないぞ。なんでなんでそれ今行ける、あ、無理だね。無理だね。コアを破壊して、で、なんか3つくらいコアを破壊しなきゃいけなかったと思うんですけど、それが全然できない。むず。ちょっと、次、固まったタイミングで、ちょっと、次のね、質問を読んでいきたいと思います。この下半身が危ないんだよな。ちょっとしてね。これ、だから、ああ、固まってね、固まってね。うん。OK。じゃあ、その瞬間に、その瞬間に、やっていきましょう。これの間に破壊、ああ、破壊した、破壊した。で、開いた、あ、これか、OK、1個目、ようやく1個目か。ごめんなさい、めっちゃ長くなったね。はい、じゃあ次行こう。社会に出てからこれに手を染めると危ないぞっていうものをできる限り教えてください。あげたらキリねえぞ、これ多分。うん。まあ、なんだろうな、思い浮かぶものだけでいいんだったらどんどん言っていこうかとは思うんですけど、
構いや多分開けたきりねえぞ、うん、ドラッグ絶対手出すんだからそういうレベルってことでいいんですよね。これに手を止めるタグラジオ、まあそんな当たり前のところでいいのかな。まあまず一つ目はもう酒タバコってことですよね。だから、まあ、別にそのタバコ吸うなとは言わないですけど、まあ、勝手に体壊してくださいと思うんですけど、タバコ吸う人はそれ周りに迷惑かけんなっていう話ですね。副流煙とかで、うん、そっちの致死率の方がはるかに高いっていうふうに言われてるんで、あの吸うんだったら勝手に吸って、あの自業自得でくたばっていってくださいという、そういう話ですね。それからもう酒、これまああの全く飲まないよりはちょっとたしなむ程度に飲める方がいいと思うので、もう飲めると羨ましいなと思うんですけど、僕全くダメなんでね、うん、と思うんですけど、酒もやっぱり飲みすぎるとあの被害を受ける人っていうのが周りに出てくるんで、あの自分でね、あの飲みすぎてゲロってなんかあの地下鉄で寝ちゃうとかね、そういうことになるくらいだったら別にいいと思うんですけど、それによって周りに迷惑をかけるなっていうことがあったらもう最低なんで、それはないようにね、お酒も気をつけた方がいいと思います。僕のね父親なんかもあの酔っ払うとね記憶をなくすっていうようなことがあったりするんで、それはもう本当家族にとってはもうただただ迷惑だったよくあるんで、まあ、そんな話もありつつ、まあ、それからまああとお金面で言うとやっぱギャンブルとかね、それは気をつけた方がいいと思いますよね。まあ社会経験を積むっていう意味で、例えばもうめっちゃ引っかかってるし、ピアス、ピアス、あーダメだか、もうちょっとめっちゃ壁に阻まれとんだよ。 NTC タレムゼレイでまだあと2つ残っとんやね。うん、まあそういう相手としてギャンブルとかね、うん、僕の周りにギャンブルハマってるのは人いないですけど、まあ、競馬をちょっとやってるとかいろいろかな。パチンコとかはいなかったかな、うん、あとボートレース、なんかどうだったっけ、広島に行った時にボートレースやってるの見たんですよ。あ、何だったっけ、あの大久野島じゃなくてあの一番有名な島あ、厳島、そうそう、厳島神社なんか行った時、なんか宮島か、だから宮島に行ったら、その宮島のフェリーの横にそのボート場があって、それが大型モニターで走ってるの見たことありましたけどね。まあもうそんな話は多いんですけど、酒タバコギャンブル、まあ、ここら辺は当たり前ですよね。それから個人的には食事めちゃくちゃ気をつけた方がいいです。特に添加物たっぷりの食事みたいなものっていうのはとんでもなく際限なく増えるんで、やっぱりあのカロリーの消費は大きいことになっちゃいますし、それからあの要は太る原因になっちゃったりとか、やっぱりあの内臓に良くないんでね、添加物たっぷりに食べると、これは気をつけた方がいいです。あとはまあハム、ソーセージみたいな加工食品とかっていうのもあの食欲をどん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 あの増やしていってしまうような原因にもなるんで、これは気をつけた方がいいというところですね。であとそれからまあ食事以外の高級品なんかっていうのは、そのブランドが好きっていうことだったら、まあ、個人的嗜好なんで、まあ、それはいいかなと思うんですけど、意味もなくなんか社会的ステータスのために買うとかっていうんだったら、ただ単にお財布の敵なんで、それはあのあまりよろしくないかなと思います。ブランドの価値っていうのはその会社のロゴとかにはあるんですけど、結局例えばバッグ買うにしても、それはバッグとかそのものに価値があるっていうわけじゃないんですよ。会社のロゴにあるんですよ、エルメスとか、うん、ビトンとかね、会社にあの価値があるっていうことなんで、だったらあの同じ機能性能があって同じように使えるバッグとかそういうのを買ってた方がはるかにいいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。これ玉やばいよね、うん、そろそろこれ始末できないともうちょっときついかもしんない。これリュウさんが作るのですよ、やばい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 、まあまあいいや。で、あとはそれから、借金の保証人、これは絶対なったらダメですね。うん。まあ、それで身を滅ぼしたっていう人は周りにいるわけじゃないんですけど、やっぱり、いろんな体験談とか聞いてるとね、友達の借金の肩代わりで、なんかとんでもない人生を送ることになってしまったみたいな話なんかもよくあったりするしますから、そこは気をつけた方がいいというふうに思います。で、あとそれから、まあ、使う機会のない車の購入ですね。だから車が欲しいとかね、買うっていう人とかもいると思うんですけど、もう今の時代カーシェアとかで十分なんですよ。必要な時に、まあ、例えば旅行に行くとかね、っていう時くらいで十分なんで、うん、それを考えると例えば仕事で毎日使いますとかっていう人だったとしたら、会社じゃないや、仕事で終わりだ、よっしゃー来た、うん、
購入しとかないといけないと思うんですけど、営業周りで、あの会社、あ、営業周りで絶対車が必要なんですみたいな仕事だから見たら必要だと思うんですけど、そうじゃなかったらね、もう固定資産税、あの車税か、車にかかる税金とか、もうそれから車検代とかっていうの無駄にかかっちゃいますから、うん、購入して借金さえ返してしまえば OK っていう人もいるかもしれないですけど、そうじゃないんでね、それだけじゃないんでね、ずっとかかってくるお金がありますから、はい。でこれで死んだと思ったかってね、また出てくるんでね、これ気をつけなきゃいけないんですけど、まあもうそれはいいとして、まあ、あとは、賃貸に入るときに出てくる明細ですね。マンションとかね、借りる人とか、社会人になったら出てくると思うんですけど、一人暮らし始めますとかっていう人、その時に、出てくる、例えばその、敷金、礼金とかって、まあ、敷金は必要かもしれないけど、礼金とかっていうのは、大概ね、日本の悪しき風習なんで、なしにするっていう交渉はした方がいいと思います。その少なくとも、割引とか、あとは、不動産屋さんが提示してくるような保険とかっていうのは、大概その保険会社と不動産屋さんが提携しているような内容だったりもするんで、それっていうのは、自分で格安のところで探しても、1万円超えてくるような、保険金提示してくるようだったらもう終わってるんで、もう5000円くらいの安いところで、探してみたらいいと思いますよ。大概ね、いらない明細が多いと思いますんで、まあ、リベ大の両学長が、家を借りるときの注意点みたいなことを挙げている、動画もあったりしますんで、それぜひご覧いただけたらと思います。あとは、いらない保険とかね、入る必要ないですよ。大概いらないんで、で月に5000円以上の保険があるようだったとしたら、ちょっとまあ見直しを検討される方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、医療保険とかそんなにいらないですからね。がん保険とかね。あとはネットワークビジネス。これは気をつけた方がいいですね。昔の友達が急に、連絡とかこれまでしなかったのに、おう、何々、飲みに行こうぜ、みたいなこと誘ってきたら、大概ネットワークビジネス。これ気をつけた方がいいぜっていう話ですね。はい。お金だけ取られてね、あなたに一銭の儲けもない、メリットもないまま、単に2時間無駄な話聞かされて、で、15万円とか20万円とかって高額なお金払わされて終了っていうような、そういう話なんでね。うん、まあ、ネットワークビジネスの、実態が知りたいという方に関しては、闇金西島という映画パート3をご覧になると、まあ、大体それが理解できるんじゃないかなっていうふうに思います。で、それから、まあ、あとは、多すぎる飲み会とかね、ここら辺はもういらないかなって思いますよ。まあね、付き合いで、まあ、楽しく飲むとかだったら、まあ、月に1、2回とかね、まあ、今このコロナの状況で、ね、マンボウとかも出てるんで、まあ、行ける人行けない人っていうのも出てくるかもしれないですけど、まあ、そんなにいらないですね。まあ、あとはそのネットワークビジネスに近しいところあるんですけど、なんだっけ、情報商材、これはまずいらない。まあ、稼げる情報商材なんかまずないんで、ゼロに等しいと思ってもらえばいいかなと思いますね。まあ、他にも出せるものがあると思うんですけど、まあ、今頭が回る範囲の中で気をつけた方がいいぜって思うのはこのくらいです。で、ちょっと感動のムービーシーンなんで、これが終わってエンディングに移ったタイミングで、次のご質問に、乗っていきたいというふうに思いますので、一旦フェードアウトします。No. You're gonna be okay.We're almost there. Escape pods. See that? We'll be out of here in no time.Got it. Here we go, Pierce. We're getting out of here. Pierce! No, don't do this! Open the door!Open the
はい、クリス編終了ということですね。いや、このシーンは何度見ても感動的ですね、本当に。ちょっとこのまま普通に質問に答えていくっていうのはなんかもったいないなっていうくらいちょっと余韻に浸りたい気分ではあるんですけれども、まあここからね、多分ね10分くらいは時間があると思いますんで、まあその間にね質問に答えていきたいと思います。時間は有効活用、そのための動画だということで、続いてですね、間食が止まりません。時間があれば何か食べてしまいます。止めるにはどうしたらいいでしょうかってことですね。もうなんか同じような質問が何回も来ますね。これ、お酒の話も多分あったと思うんで、ちょっと、そろそろがっつりと答えていきたいというふうに思います。はい。これはですね、ちょっと待って、何だったっけな。あ、そうそう。ハーバード式悪癖卒業ステップっていう、これは DAIGO さんの本のものになるんですけど、7つのステップが確かあったんですよ。で、その7つのステップっていうのをちゃんと、こなすことができれば、まあ、まず間違いなく、やめたいと思っているようなことっていうのはやめられることができるんじゃないかなということですね。で、まずその一つ目っていうのが、心からその習慣をやめたいと願うっていうことですね。結局意思の問題って思うんですけど、意思の問題です。で、絶対やめるっていうね、強い意思がないとやめられないパターンっていうのが多いんですよ。で、なんでっていうと、人って、別の動画でも答えてたと思うんですけど、習慣の生き物なんですよね。毎日こういう時間に起きて、こういう時間に寝てとか、こういう時間でご飯食べてとかね、まあ、時間とかやっていることとかで繰り返し生きていく生き物なんですよ。だから普段からそのお菓子を食べてしまうっていうのが当たり前になってしまっていると、やめるのが難しいんですよね。なんでかっていうと、お菓子食べるのって大したことじゃないじゃないですか。お金さえあれば、12円で、まあ、毎分なんか10人値上げするって毎分なってます。けど、まあ、うまい棒買ってポリ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 食べるとか、ポテチむしゃむしゃ食うとかっていうところで、 お菓子を食べることは簡単なことで、お菓子をやめることは大変なことっていう風に潜在意識が思い込んでしまってるんですよね。だからやめるぞっていう強い意識をまず持って決意を持っていかないと、ちょっとやそっとのことじゃ少量のお菓子でもズル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 食べ続けてしまうっていうことが目に見えるんで、まずはお菓子絶対やめるぞっていう決意をきちんと持つっていうことが第一ステップです。はい。で、第二ステップっていうのは、やってしまったとしても自分を責めないと、お菓子を食べてしまったとしても自分を責めないでくださいねっていうことですね。まあ、僕は今嫁さんとお菓子を食べるっていう機会がない限りは、自分でなんかお菓子をポリポリ食べるっていうことは極力控えるようにはしてるんですけれども、まあお菓子っていうのがね、やっぱりちょっとしたその口寂しい時なんかに食べると、もうなんか美味しいか美味しくないかっていうよりも、なんかその食べてることしてが幸せを感じたりとかっていうのができるんで、ものすごく気持ちはわかるんですけど、だからといってそれ食べてしまったっていうことについて、うわ食べた自分ほんまダメなやつやなっていうふうに責めてしまうことで、それがさらなるストレスを呼んでしまうんですよ。で、さらなるストレスを増幅してしまうことによって、結果的にまたお菓子に手を伸ばしてしまうっていう、そういうことになってしまうので、そんな自分を責めてしまうというよりも、もうお菓子を食べちゃったことっていうのも仕方ないと、それよりもお菓子食べずに済んだこと、お菓子を食べずに済む最善の手はなかったかっていうことを考えるようにするっていうのが大事だと。光の子で言うところの神の一手みたいな、神の一手を打つためにはどこに打てばよかったのかみたいなことで、お菓子を食べずに済むにはどうすればよかったのかっていうことを振り返って、おく方が大事だというところですね。だから後悔をすることよりも、先を改善するっていうことを考えた方がいいという、そういうお話です。で、続いて3つ目が、ちょっと難しい言葉なんですけど、拮抗反応を利用した習慣逆転法っていうのを取り入れましょうっていう話です。で、これ何かっていうと、簡単に言えば悪習慣を別の習慣に置き換えましょうっていう方法ですね。で、人っていうのはそのシングルタスクしかできないんですよ。マルチタスクっていうのができなくて、要は右見ながら左を見てください
てできないじゃないですか。ね、あの畑かかしとかな、あの渦巻きナルト以外は。うん。なんで、人っていうのは2つ以上のことを同時に行うこともできないし、考えることもできない生き物なんですよ。2人以上の話を聞くこともできないですよね、聖徳太子じゃない限り。うん。今まさに、僕も、これ今エンディング見てるだけなんで、こうやってポン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 頭フル回転させて、言葉が出てきてるんですけど、ゲームやりながら人生相談になる。やるっていうなんて脳科学的に見れば非常に困難な話なんですよ。ゲーム実況とかだったら何も考えずに反射的にペラペラ喋ってれば OK なんですけど、人の相談に乗りながら喋るってめちゃくちゃ頭を使わなくちゃいけないんでね。実はこれ結構やってるのってめちゃめちゃ言葉バラ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 やってるように見えて、あのすごく大変なんですよ。だからこの2つのことを同時にできないことっていうのは拮抗反応っていう風に言うんですね。だからお酒じゃないや、お菓子を食べてしまう悪習慣の代わりに同じくらい簡単にできることを やるっていう癖をつけるようにしましょう。例えば空腹がありますとかっていうことであれば、まあ、プロテインを飲んだりとか EA 飲んだりみたいな、ちょっとその栄養になるようなものを飲むっていう風にしてお腹を満たしてあげるみたいなことをするといいと。とか、まあ、多少カロリーはあるんですけど長持ちする、まあ、ガムを噛むとかね、とか、まあ、歯ごたえのあるものに切り替えていくっていう風にすると、やっぱりあの噛む数が多くなるほど満腹中枢が刺激されて、すぐに少量でももういっかな、お腹いっぱいだなっていう状態を作ることができるんで、そうしてもらうっていうことですね。で、逆にじゃあ拮抗反応だから別の習慣身につければいいんだねっていう風に安易に考えてしまって意味がなくなって意味がないのは、例えばお酒を食べる代わりに、あ、お酒を食べるっていうか、お菓子を食べる代わりに運動をするとか手芸を行うみたいな、全然全く違ったジャンルに行くっていうのは負荷が異なるんですよ。だって食うってめちゃくちゃ楽じゃないですか。でも運動って汗かくし息は上がるしってしんどいじゃないですか。だから異なる習慣に手をつけようとしてしまうと、それはあの残念ながらあの お菓子はお菓子で食べたまんまになっちゃうんですよね。だからストレスのかかり方っていうのも変わってきますし、だからそんなことを感じるくらい運動でしんどい思いをするくらいだったらお菓子食べ続けた方がいいよねっていう風になっちゃうんで、悪習慣を直すことができないままになっちゃうと、まあ、それは注意が必要っていう話です。だからあのお菓子を食べるくらい簡単でかつストレスなくできる行為っていう、同じくらいの負荷でできるようなものっていうのを、お菓子を食べる以外に何か身につけていくっていうのが大事になってくるかなと思います。これ、ま、終わる時間間に合うかな、大丈夫かな。で、4つ目のビジュアルマインダーと呼ばれるものですね。だから悪習慣が起こります、お菓子を食べるっていうのはどういう時なんですかって、そのトリガーになっている根源っていうのを把握するようにしましょうということですね。常にお菓子のストックを買ってあるとか、駄菓子屋があったらついつい足を運んでしまうとか、なんかレジに並んでいる時にそのレジの棚の横にある、ちょっとしたお菓子っていうのを買ってしまうとかってであれば、それらのトリガーになっているものっていうのを全部取り除くか、あるいはそれを邪魔をするようなものを置いてしまうと。例えば買い物に行く時なんかで、もう財布にもう買う予定のものぴったしの金額しか持っていきませんみたいな風にしてしまったら、お菓子を買う余裕がないので買えなかったりしますよね。で、そうするとだんだんお菓子のストックっていうのもなくなっていくので、ストックがなくなったらもうこれ以上買い増しはしませんっていう、そういうのを身につけていってしまうと。そういうことですね。だこいつらトリガーがあることで、ついついやってしまう、怒ってしまう悪習慣っていうのを認識することができるようになるんで、で、結果的にやめるようなきっかけっていうのを作りやすくなるというところですね。で、5つ目にトリガーを特定するということで、これは4つ目のビジュアルマインダーの続きになるんですけど、何が引き金で悪習慣に強打したのか、どういう状況になったらそれをやろうとしてしまってたのかって、やってしまった場合、どんな流れでお菓子食べちゃったのかっていうのを、それらを振り返って、どういう場面だったのかなとか、どういうもの食べちゃったのかなっていうのをイメージして、どのくらい食べちゃったのかなっていうのをイメージして、それを紙に書き出してみてくださいという、そういう部分、これだけです。紙に書したときに、あ、こいつが原因だったんだなっていうことを、あの、分かるようにしていったらいいと思いますんで、これエンディング終わっちゃいますね、やべえ、っていうところです。で、6つ目にトリガーが起こって、トリガー引いた時の感情をですね、なんでおかしくて手出しちゃったのっていう時の感情を特定しましょうということです。で、感情とか思考とかっていうのはどうなってるかっていうのをチェックすると。だから、例えば、口寂しいとか、イライラした時にお菓子手出しちゃったとか、悲しかったからお菓子に手出しちゃったとか、お前もお菓子一緒に食おうぜって断れなかったのか、仕事の合間に、置いてたお菓子をついつい手出してしまったのかとかね。で、仕事をしてて疲れたから駆けつけに、ちょっとお菓子をバーンって食べちゃったとか。なんでなのかっていう、そういう起こった時の、状況とか感情とかっていうのをしっかり確定しましょうっていう話ですね。そして最後に、失敗して当たり前とか、お菓子ついつい食べちゃうのは当たり前とか、
ていうのが当たり前だということを知っておきましょうということですね。さっきのフランクということで、何年何十年とそのお菓子を食べ続けてきたという習慣を急にその1週間でそこらでバツッてやめるなんていうことをできたとしたら、もう今頃生活とか変えられてるし、こんな悩みを相談してくるっていうことはないと思うんですよね。でそんなずっとやってきたお菓子を食べるという習慣を今更テクニックをちょちょっと使った程度でやめられるわけが残念ながらないんですよ。だから何度も何度もこれからお菓子につい手を伸ばしてしまって、で食べてしまうっていうことはあると思うんですよ。だけど何度も失敗してお酒をた、あ、お酒じゃないな、なんてお酒って言っちゃうんだろうな、お菓子を食べちゃったとしても責める材料として、うわ食ったお前ダメだなって思うんじゃなくって、自分ダメだなって思うんじゃなくって、お菓子を食べてしまった原因を探るチャンスだと、克服するべき壁がある自分いいなっていうふうに捉えて、どうすれば食べずに済んだのか、どうやってなんで食べてしまうことがあるのかっていうことを考えて、でそれを引き起こさないように、でやめ続けられるようにするっていうことを考えていくっていうことが重要、それを実行に移すっていうことが重要というところですね。で他にそのお菓子を食べるっていう悪習慣の他に別の悪習慣があったとしたら、それに応用させていくっていうことができれば、さらに万々歳っていうところですよね。で常にお菓子をどうやってやめられるか、お菓子をどうやってやめられるかっていうことを考えていくと、だんだん悪習慣、お菓子を食べるっていうことが嫌になってくると、いい意味で嫌になってくると、もうやめろ、食わなくていいかな俺とか私とかっていう風になるので、自然とやめていくっていうことにつながっていくかもしれませんので、ぜひですね、頑張っていただけたらというふうに思います。ハーバード式悪癖卒業ステップというお話をさせていただきました。ということで、クリス編も最後ね、S ランク、おー S ランク無事取れた。はぁ、よかった。ということでね、ちょっと、クリアタイム自体1時間5分でね、もうすべて A で、全部 A 取れたら S ランクになるということでね、クリス編も無事にクリアすることができましたんで、よかったです。ということで次回からね、ジェック編やっていきますんで、またご視聴いただけたら嬉しいです。ということで本日の最後、ご視聴ありがとうございました。また次回にお会いいたしましょう。バイバイ。